今日はオロナミン C に牛乳を混ぜる方法、それを説明したいと思います。これなんか昔オロナミン C 自体の CM でやってたみたいですね。すごい古い CM ですけど、あとこの方法すごく毛嫌いする人多いですね。特に年配者とかでオロナミン C というものを知ってる人に関しては、まあ、うわっていう顔します。ただこれ意外に美味しいですね。これやり方説明します。割る分量、まあ、1対1って人もいますけど、オロナミン C ほんのちょっとでいいですね。このグラスにこのくらい入れて、あと残りは牛乳で満たします。こんな感じですね。色はちょっと黄色がかったような色になります。それ分量が少ないですので、この炭酸もあまり効いてないですね。牛乳に砂糖とか入れて飲みやすくするミルクってありますけど、そんな感じになりますね。牛乳を使ったエナジードリンク、そんな感じのものが気軽にできると思います。で、まあこれで楽しんだ後はオロナミン C、あとはそのまま飲んでください。この勢いで牛乳飲むとちょっとカロリー摂取過多になりますので、やめた方がいいと思います。あとはこれ飲み終わったら普通にオロナミン C はそのまま飲む、それがいいと思います。あと複数人いればなんかシェアして作ってもいいですね。まあ最近ではあんま知られてないテクニックですけど、説明してみました。新しいっていうか懐かしくて新しいオロナミン C の楽しみ方です。以上です。